ドキドキソワソワ父の日。お、なんで二人揃って。さすがは鳥五郎さんですね。仕事をしているお父さんって感じで実にかっこいい。よせやい、照れるじゃねえか。いいえ、ほらもうすぐ父の日。お父さんにいつもいろいろありがとうっていう気持ちを表す日じゃないですか。きっとお家の皆さんも鳥五郎さんのことを尊敬してるんでしょうね。尊敬だい？ヘアンディ、うちじゃ俺のことなんざ誰も気にしちゃくれねえぜ。そうなんですか。ああ、こないだも仕事が早く終わってうちに帰ってみるってと、うん、いい匂いじゃねえか。おっ、今帰ったよ、父ちゃん腹ペコで。あー、うん、父ちゃんおかえり。たこ焼き美味しかった、美味しかった。俺の分はない。ごめんよ、こんなに早く帰ってくるなって思わなかったもんだから。今急いで作るよ。あん時は腹が立つより情けなくなっちまってよ。ありますね、そういうこと。タロちゃんのところでも、うちもなんだよ。父の日なんて冗談じゃねえ。そうです、私たちが家族のためにどれだけ頑張っているか、うん、みんな分かってないんです。私たちには父の日なんか関係ないですよね。あたぼうよ。父ちゃんそんなこと言ってたの。ミミリンのパパも、うん、父の日なんか関係ないって。じゃあ父の日には何もしてあげなくていいってこと。でも本当は父ちゃんトリッピーたちにありがとうって言ってほしいんだと思うんだよね。ミミリンもママもパパにはいつもありがとうって思ってるのに気がついてないんだわ。そりゃ言わなきゃわからないんじゃない。そうだけど。そうだ、今度の父の日に僕たちから何か手作りのプレゼントをしてあげようよ。うわ、それいいかも。だって父ちゃんはトリッピーから何かもらえるなんて思ってないもんね。うん、きっとパパびっくりするわ。でしょ。パパどんな顔するかな。そうね。お、ミミリン、ママのお手伝いかい。えらいね、何を作ってるの。秘密よねえママ。うん、パパはあっち行ってて。わかったよ。やっぱり父の日なって関係ないんだ。お父さんにプレゼント。だって今日は父の日でしょ。はい。わあ、まあこれお父さん上手じゃない。花の絵は花ちゃんが描いたんだよ。花と描いた。花ちゃんも上手。お父さんいつもありがとう。島次郎、花ちゃん。なんだこれ、父ちゃんにか。だから父の日のプレゼントだってば。なんだろう、開けてごらんよ。開けて。肩叩き券。それを使えばトリッピーいつでも父ちゃんの肩をトントン叩いてあげるよ。父ちゃんお疲れ様。あらまあ、よかったじゃないのさ、父ちゃん。ヘアンディ。じゃあお二人とも父の日のプレゼント。まさか島次郎たちがこんなことをしてくれるなんて。こんなのもったいなくて使えるかってんだ。ミミリンちゃんのことだから、ソウちゃんはきっとかわいいプレゼントをもらったんだろうね。うちは何も。僕はミミリンに嫌われてしまったのだろうか。
わあ、このお菓子おいしいでしょ、駅前にできた洋菓子屋さんがあったのよ。どうすれば父の日のプレゼントもらえるんだろう。あ、そうだ、今日も可愛いよミミリン、素敵だよママ綺麗ねミミリン。そういえば昨日商店街に新しいお人形屋さんができたのよ、ミミリン、パパが読んであげる。洗濯も掃除もパパに任せて。ミミリンの代わりに遊んであげよう。ぴょんこちゃん、高い高い。パパ、そんなことしなくていいの。そうよ、パパは散歩でもしてきて。ミミリン、どうしたかな。プレゼント何あげたんだろう。あ、ミミリンのお父さん、こんにちは。え、あ、こんにちは。あれ、プレゼントもらえなかったのかな。なんだか寂しそう。待てよ、なんで僕落ち込んでいるんだ。そうだ、僕には大切なミミリンとママがいるじゃないか。プレゼントがなんだ、父の日がなんだ。私からもお礼を言うわ。ありがとう、パパ。ミミリン、ママ。ああ、嬉しいよ。覚えていてくれたんだね。やったー、父の日のプレゼントだ。やっほー。やったね、ミミリン。パパをびっくりさせたくてずっと内緒にしてたの。そうなんだ。すっごく嬉しそうだよ。やったー、やったー。ラララララ、お、もらったな。よかったね。やっぱり父の日っていいですね。うん、最高だぜ。じゃあみんなで食べよう。いいの、やった。お父さん、いや、ハナちゃん楽しそう。お父さんとお風呂入るの大好きだもんね。綺麗になったね、花ちゃん。綺麗、綺麗。さあ、お風呂上がりのジュースでも。うん、弟、くちゃーい。え？帰りたい。もう寝ようよ、花ちゃん。ねえ、お父さんは？え、出てきてないけど。お父さん、まだ入ってるの？よし、これで完璧に綺麗になったぞ。しまじろう、お父さん臭くないかチェックしてくれ。うん、うんうん、石鹸のいい匂いだけど。よし、はなちゃん、お父さんお風呂に入り直して綺麗綺麗になったぞ。ほら。花ちゃんに嫌われてると思ってるんでしょう。気にしすぎよ。お母さんも聞いただろう。お父さん、いやーって、はあ。最近花ちゃん、何でもいやって言うのよ。ほら、島次郎だってそうだったじゃない。え、僕も？そうよ。お母さんが何を言ってもいやーって。いややきっていうのかしら。大変だったんだから。そうなんだ。そんなんじゃない。花ちゃんは本当に僕のことが嫌いになってしまったんだ。そうに違いない。もうダメだ。
がっくり来ちゃって。何か理由があるの？それが僕にもわからないんだ。お風呂で楽しそうにしてたと思ったら急にいやってさ。うん、あるある。え、女の子は気まぐれだからね。さっきまで笑ってたかと思ったらいきなり怒り出したりするんだ。あ、何か言った？何も。トリッピーだっていきなり態度変わることあるでしょ。ほら今だって。あ、そうでした。誰だってあるのかな。そうだよ、はなちゃんもすぐにまたお父さんのこと好きになるよ。うん、それはショックだね。こんなこと誰にも相談できなくて。わかるよ、タロちゃんの気持ち。僕だってもしもある日突然ミミリンに嫌われてしまったら。パパなんて嫌。僕はどうしたらいいんだ。いや、ミミリンちゃんはそんなことはわからないじゃないか。そうだ、嫌われないためにはかっこいいお父さんになろう。それしかない。トリッピー、今日こそすっごいシュート決めるんだ。僕だって。あれ、タロちゃん、パスパス。えい、お父さん。パパ、なんでサッカーしてるの？いやあ、みんなパパたちだってサッカーぐらいするさ。ねえ。もちろん、島次郎たちには負けないよ。本当？じゃあ、私たちと試合すれば勝負がつくんじゃない？面白そう。やろうやろう。試合はもうちょっと練習してからにしようか。しよう。チャンスだ。お父さんのかっこいいところをガチャンと見せてやろうよ。でも、大丈夫だって。珍しいわね、サッカーなんて。ああ。タラちゃん、さあ思いっきりシュートして。よし、見てろよ花ちゃん。お父さんが蹴るよ花ちゃん。頑張って。それでサッカーしてたのか。かえって汗臭くなってしまったけどね。もう一度よく洗って花ちゃんに大好きになってもらおうよ。そうだな。お父さん。うん、花ちゃん、お父さんと遊ぼうか。お母さんと。花ちゃん、やっぱりダメか。お父さん。花ちゃん、どうして。いいんだ、お母さんちょっと散歩してくるよ。島次郎、ありがとうな。お父さん、どうしてなの花ちゃん。お兄さん、いやー、今度は僕。いやいや、どうして花ちゃん。あら、島次郎どうしたの、その匂いは。あれ、なんかスースーする。あー、お父さんのシャンプーだ。間違えてこれで洗っちゃった。そうだったのね。うんうん、いやー。ああ、もしかして。お父さん。え、島次郎、花ちゃん。心配かけてすまない。でももう少し一人にしてくれないか。違うのよ、お父さんの勘違い。あのね、花ちゃんが嫌って言ってたのはこのシャンプーの匂いだったんだよ。ああ、シャンプー。
シャンプーのせいだとは全く気がつかなかったよ。お父さんが嫌われたんじゃなくてよかったね。ああ、明日からシャンプーは別のにしよう。しまじろう、お父さん前のシャンプーの匂いしないか？うんうん、うん、大丈夫。よし、クマさんは眠くなっちゃったね。じゃあお父さんがベッドへ連れて行ってあげよう。タナちゃん、お父さんのこと嫌か？お父さんも大好きだよ、花ちゃん。テレビ番組しまじろうのワオ、土曜朝8時30分。